皆さんこんにちは、神戸市民の淡井圭介です。2022年11月の21日、トカゲになってないかな、大丈夫かな、見えるかな、これで反射的に見えるかな、まあ、この辺に日付とことを書いてますけど、ベルシステム24さんと、マーキュリーサフィンクさん。まあ、これ、他の人材派遣会社の方たちも業務内容として絶対覚えてもらわなきゃなんないんですけども、まずマーキュリーサフィンクさんの、契約内容で、まずこちらからいきますね。で、この労働条件通知書、兼、就業条件明示書っていうものが送られてきていて、これは上段のところに、画像で貼り付けています。で、それについて、ちょっと文字見、小さいと思います。パソコンとかで見なかったら、かなり小さい。で、iPad とかでしたら、まあ、タッチパネルでこう、広げてもらったら拡大できますんで、それでまあ、詳細見ていただいたらわかると思うんですけども、こちらの方でちょっと拡大しますね。拡大というか、まあ、画面近づけて、この鉛筆で囲ってる部分、これ交通費なんですけども、まあ、700円と定期代の方の、月額13,360円というものがありますけども、これ全然違います。国で定めた、交通費の上限っていうものが決まってるんです。25,000円だったと思います。これ、まあ、だいぶ前のデータだったりするから、あと、地方自治体等によってもしかしたら違うところあるかもしれません。あんまり法律作りすぎると、いろんなところで、手法が変わってきたりしてしまう現象発生するんです。本当に。だからもともと、今までの法律で良かったのに、まあ、特別措置法を作ったり、そういうことで法律がまず積み上がっていってしまって、正直国会も、がんじがらめになる現象っていうのは結構あるんです。だから私の方で法律削除本とか作ってほしいということで政府に今要請出していて、まあ、人材派遣業法なんかいらない、昭和60年にできたでしょ。で、それは日付、しっかりと六法全書でもう一度開いて確認しました。この間まではね、昭和40年代か50年代みたいなことを、確かそのあたりでしょみたいなことを言ってたんですけども、昭和60年でした。で、昭和天皇が、亡くなる少し前、阪神タイガースが優勝した頃ぐらいじゃないですか。その頃に一体何があったか、僕はまだその頃小学校2年生か3年生ぐらいですから、ちょっとその辺のところね、全然わかんないです。で、なぜ、定期代なんかで設定したらダメかと言いますと、これはね、神戸電鉄を使用して、通勤してたんですが、私としては、私のケースは。で、田宇治駅からフラワータウンまで。まあ、片道350円、往復700円なんですけども、これ、大雪が降ったり、大雨が降ったりした時に、電車止まる時ってあるんです。で、それは東京都の、ニュース見ていただいたらわかる通り、結構あるでしょ。計画停電だってあるし、で、ああいうふうなニュースは、東京都の方にばっかり本社置くから、東京都の方のニュースしか、ほとんど映さない。で、神戸電鉄とか地方の電車が止まった止まらないを、東京都の人間が結局、重視してないから、全体的な情報としてテレビで放送しなきゃなんないっていうこと、放送してるテレビ局は分かってないんです。だからそこも本当は業務、改善指導をしなきゃなんないんですけども、もう、最高裁まで引っ張り出すかどうか分かんないですけども、その辺のところどう仕事をしなきゃなんないのかっていうところと、結局人海戦術使わなかったら無理なんで、本当に。で、その辺のところの、対応っていうのをしっかりしていただかなきゃなんない。だから定期代なんかで定めたら絶対無理なんです。で、大体今、イコカとかスイカとかいろんなものがあるから、それと切符で買う人はいるし、そもそも、まあ、一応ね、田宇治駅でも定期変えるっていうのは聞きました。聞きはしましたけども、まあ、昔から、まあ、今ずっと人固定してるのかどうかわかんないですけども、人がいらっしゃらないっていうことあるんです、田宇治駅。で、一応、ベルを押したら出てくるみたいなんですけども、それ気づく気づかないがあるし、だから大体、定期だったら、岡場の方へ行ってくれとか言われたことも確かあったと思うんですよね。岡場駅の、だから業務内容は途中でいろんなところ変わったりするんです、本当に。で、それをね、例えば、二郎駅の人とか、他の駅の人、定期が買えない窓口の人たちが、もしいたとするのであれば、今度定期買う、
買いに行くときの交通費を、あなたたちが支給しなきゃなんない。で、それを根本的に突き詰めていくと、マーキュリースタッフィングさんからが、まあ、口座への支払いになるんですけども、働きに行かせた、その、ベルシステム24さんにその分を請求かけて、しっかりベルシステム24さんからお金をいただかなきゃなんないんです。これが、お仕事なんです。これができないんだったら、そもそも会社の登記簿なんか作らないでくださいっていうことなんです。で、人材派遣会社の人たちが、いいですか、これは裁判所への証言にもなるんですけども、昭和60年に結局できたでしょ。で、私も二十歳過ぎにファインハイゼンとか、ああいう風なところで、いろんな高級ホテル等で、働きました。もうほとんどたらい回しみたいな状況だったんですけども、まあ政治絡み云々とかもあって、アーチ花博の方まで、あれ、本当に僕のここの自宅のこんな遠いところが通勤してたんですよ。本当に。電車バスとかで、本当に。往復片道どれぐらい、まあ4時間ぐらいかかりますよ。本当に着替える時間とか入れたら、本当に大真面目。夢舞台ついてからもちょっと歩かなきゃなんないですかね。広いですから。で、本当はそういうような広いところはトヨタさんみたいに入り口のところで、まあ昔はカードリーダーって呼ばれていて、カードリーダーを通してそこで出勤時間が決まるんです。神戸市立ホテルフルーツラパーコン、僕は20歳ぐらいの頃からカードリーダーだったんです。送迎バスの時間帯があるでしょ。で、カードリーダーで、バス降りてから、カードリーダー通して、ただし、みんな着替えるのは早く着替えて、9時からの朝の朝礼には間に合わせてね、という大運動会が始まるんです。着替えるのめちゃくちゃ早いと、ものすごいスピードで着替えるんですよ、本当に。で、あそこまでスピード出しとったら、ね、指ちょっと逆向けとかできていたら、そこ引っかかって死んでたりすること本当にあるんですよ。だからその辺のところをちょっと優しさ導入しなかったら、ちゃんとあるんですよ。善意とか、法律用語の中で善意がどうこうっていうところあるんです。それ本当に。そうしなかったら、突っ走りままになったら、僕みたいになっちゃうんです。本当に。上の人とかもよく法律わかんなくて、例えば、秀和株式会社で、一月370時間働かされて、いましたと。で、僕もそうだったんですけども、もともと僕と同期だった人間で、その、まあ、山丸、まあ、隆というもので、まあ、現在多分、関西の読売テレビで働いてるんだと思うんですけども、コロナウイルスの時に、関西テレビに行った時に、実際テレビ局が封鎖されていて、まあ、報道だけ、残して、そういう一部の人だけ入れるようにして、まあ、受付のところまでたどれないようにされたと。で、それは業務的には間違えてます。受付は必ずついていなさいと。まあ、そういうことになっています。で、受付の方で誰か会いに来たら、出演者だろうが何だろうが、深い関係があると感じたら、すぐに絶対会わせなさい。もう一番上の役員の人まで、出してきてでも。それできないんだったら、受付人いりませんから。それ分かってますかということなんですよ。あなたたちの身勝手で物事判断しちゃ絶対にダメなんです。訴訟になりますから。で、話がちょっと飛びましたけども、そのものも、小学校の頃、秀和株式絡みの件で、僕は住んでた東山コーポ、神戸市兵庫区、東山町4丁目16の18、東山コーポ、604のところに一回会いに来てるんですよ。で、まあ、秀和株式会社の、当時、角屋等か、まあまあ、もう、正式に、法務、まあ、インターネットでも公表されてますからね。まあ、今は、まあ、また支配人っていう形なのか何なのか分かんないですけども、代表取締役の社長の方の矢野秀勝さんの方が代表取締役で、まあ、角屋さんの方は支配人っていう形なんですけども、なぜそういう二重体制なのかちょっとよく分かんないんですけども、商法の方と、普通の会社法の方と話入り混ぜたってるんですけど、最低賃金法からの計算とか、その辺のところの給与の算定費用とかで話詰められたら、支配人の方もしっかりした給料を渡しなかったら何のための利益書か分かんないという話になりますから、そこしっかりしなかったら、結局公正取引委員会がいくらで物を販売したらいいのか分かんない大調査になってくるんですよ。全部調べて、いや君たちの会社ねってこんなお金の支払いしてたらまずいから、ちゃんとこれだけ支払ってあげなさいと。で、労働基準法の考え方はしっかりとした利益があるのであれば、ボーナスとかはつくと、こういった形になるんです。で、そこは、短い雇用期間だからといって、本当は、
徹底的に司法判断で話詰めていったら、日割りで、払ってあげなきゃなんないんです。売り上げがある以上ね。そうしなかったら、こんな世の中、これだけ人材派遣会社ができてしまった以上、持つわけないんです。あと、商法とかね。だから、部外出来高とかの法律、請負いもいらないし、そんなもん会社法と、労働契約法で同等でもなるんです。で、そのことを立法府の人たちが、しっかり分かってない。で、刑務所に関しては、金銭の通内の場でもあるんです。だからあそこは、ある程度自分たちの、基本給があったとしても、お金を国に吸い上げられて、で、その分頑張った分、まあ、刑期早く出所できたりとか、まあ、そういう形になってくるんですけど、今、あなたたちを何か刑法に当てはめようという話してませんので、ちゃんと裁判所からの呼び出しが多分来ると思いますね。ベルシステム24さんとマーキュリー・スタッフィングさん。この間マーキュリー・スタッフィングさんとお電話して、で、もうベルシステム24さんの状況とかもお伝えしました。見ていただいたらわかる通り、これね、1枚目の副社に関して、認め印入ってないんですよ。なぜ副社になってるかって言ったら、ここのところ認め印ね。これ、サインもなければ認め印もないんです。なぜ副社を使い始めたかって言ったら、これは、上から書いたら下まで絶対に、副社ね、何か残るでしょ記録が。ミトメインだと。ミトメインの代わりのサインだとか。だから、宅急便とかでもサインで通るでしょ通るんです。それでいいんです。法律的にそうなってますから。で、本当に重要なところだけ、会社の契約とかは、法務局に提出している会社員だとかね。そういったもので、しっかりとした信用性っていうのを、上乗せしていくと。まあ、そういった形になってるんです。社会が。それ分かってますかと。特に役員までなられる方、私が今、喋ってる内容重要ですが、ノートにつけといてください。自分で。で、自分のノートでいつでも開いて確認できるようにしなかったら、やっぱり、理由をずっと覚えて入れる人ってなかなかいらっしゃらないんですよ。自分の業務で手一杯になるでしょ。商業原理に絡んできますから。だからそういった分もあるし、で、まあ、これがね、22日出勤した、まあ、証拠になってくるんですけども、ね、22日かける、往復700円だから15,400円と。だからその金額で出してあげなきゃならない。で、これね、多くの一般人の方も覚えておいてほしいんですけども、たまに電車が止まったりとか、これ本当にあるから、僕が教わったのは、国のその上限の25,000円の話があるでしょ。で、下手にタクシー使ったら、めちゃめちゃ高いんですよ、タクシーって。ちょっと走っただけで、何千円って言う、簡単に、メーター回りますから、もう2万円ぐらいの交通費の範囲内で収めといた方がいいと。で、仕事だって、やっぱり雇用期間、労働基準法でも、雇用期間の定めってできるんですよ、それ。だから、まあ、もしかしたら労働基準法のその周りの法律も含めてになってくるかもしれませんけども、とにかくね、いらないって言った法律はいらないんです、本当に。後で訴訟になって裁判所の人たちが手取られるだけで、で、今度あんまり資料が山積みになったら裁判所の人たちが資料を、捨てちゃったみたいなんです。証拠とか。今まで裁判で提訴したものを、もう常識外れの信じられないような内容を行政が行ってしまってるんです。それをカバーするためにソフトバンクという会社ができたでしょ。で、今度ソフトバンクにお金払わなきゃなんなくなるでしょ。これどこが原因ですかって行政が原因でしょということで行政がお金払わなきゃなんなくなるでしょ。ね。もう責任的には絶対そうなるんですから。行政が始めてきた仕事なんだから、認めてきた仕事なんだから、こんな無茶苦茶なシステム作ってと。こんなもの労働者で僕みたいに法律たけてるに、なかなかいませんよ。で、会社にいちいち、ここが間違ってる、あれが間違ってる、言える人間なかなかいませんよ。上位関係ついたらみんな現場でだんまりでイエスマンになっちゃいますから。で、ベルシステム24さんのところは、手の空いてる時間帯のところとかで、確かにね、パソコンの打ち込みとかで、1級、2級、3級だとか、ああいう風な、E タイププログラミングですかね。ああいうような打ち込みの練習ずっとさせますけども、意味ありません。あんなことしちゃって。正直言いますよ。あれ、上の級いけるかどうかって文章丸暗記したかどうかですよ。それで打ち込んだら早いんです。あんなことしてたって何の評価にもなりません。それぐらい分かってください。あんなことずっと続けていたって意味ないんです。本当に。で、
そうじゃなくて、この現実社会にしっかりとついてきてください。今から、証言しますよ。僕、これテレビのニュースで他に私が働く前にコロナウイルスのデータ入力をされていた患者さんのデータ入力をしていた方で、こういう証言でできてるんですよ。私の、ホームページ、淡井圭介の履歴の14番、電波について記載されていますけども、AI の自己判断とかで、Siri という音声によって、アメリカのあのシステムですけども、特許を持ちながらアメリカの国の、まあ、どっかの企業さんだと思いますけども、場合によっては会社が持ってるっていうケースも聞いたことがあります。特許に関して。で、人間の音声を結局、本当は電波で拾えるんです。で、レンズなんかなしで、現場の映像どうなってるかわかるんです。で、これ裁判になった時に映像出せるんです。で、この辺のところに関してまずご理解していただきたいのは、今ベルシステムさんを攻めてるんじゃなくて、ベルシステム24さんを攻めてるんじゃなくて、何が起きてるかって言ったら、僕たまに、名前がこうとか、住所ここが、生年月日があって、まあ何回か聞きに行っていて、僕の方で認識間違いをしていたことって、何回かあったと思うんです。あれだけの件数ありますから、やっぱりそうなります。これは事実としてあります。で、ただ、AI が一度これ間違えてるっていうところを僕が指摘した後、AI の方で自己修正多分かけてるのが何件か、およそですけども、混ざってると思います。これ、同じ証言私が、そちらで働かせてもらう前に、他のコロナウイルスのデータ入力をしていた人たちで、そういう証言出てきてるんですよ。だ本当は AI の今の富岳とかの能力を持ってすれば、本当はね、行政の仕事でしょ。全部話繋がってくるんですよ。理化学研究所でしょ富岳。で、富士通 100% なんですよ。富士通がパソコン作ってるでしょ日本のメーカーの NEC さんもありますけども。そこは特許絡みとかで富士通なんですよ。で、全部が全部アメリカの特許かっていうと、第二次世界戦争があったでしょ。第二次世界大戦って学校では習ってるんですけども、六法全書ではああいうふうな戦争を第二次世界戦争って表記されてるんです。だから僕みたいに法律を深く知る人間に関しては、言い方がどうしても第二次世界戦争ってなってしまうんです。で、その頃、まだ国連に加盟しないでしょ。で、負けてから、少し時間の経過があってから国連に加盟してると。で、その頃で48カ国ぐらいか、まあ50カ国あったかどうかぐらいなんですよ、国連加盟国。で、これ特許の世界がどうなってるかって言ったら、日本の場合、特許庁を通してまず特許の申請をすると。で、それを、国連で、どこの国が一番最初に特許を出してきましたかの話で、まずそれを認めるんですね。国際的に。だから他の国で同じような、特許を使用するのであれば、ある程度のお金支払ってくださいよの話になるんです。そこは、交渉でもあり、もしかしたら司法判断になります。司法判断というのは裁判所での、裁判です。まあ国会という場もありますけども、まあそういった形になります。法律という範囲の中に、日本国憲法だとか、六法全書だとか、現行法規や現代日本法規や、東京都政六法、まあ神戸市だったら神戸市の条例とか、そういったものすべて含めて法律って呼ばれてるんです。で、司法判断っていうのは、司法っていうものは裁判所での判決によるものなんです。で、これが、法律について、まあ、先ほどの、部分に関しては、交通費に関しては明確化されてますよ。あとね、理解してほしいのは、自分たちの書類で、どっか、読み欄なかったかな。ちょっとこう、今手元にないから、向こうに置いてきてしまってるから、自分たちのその労働契約書の中か、支払いの中で、課税か非課税の部分のところで、交通費記載されてるでしょ。だから事務員の人間とか気づかなきゃなんないんです。非課税の対象である以上、交通費がね、実際に支払った金額で物事を見てあげなきゃならないんです。わかります?そこから逃げ出すぐらいだったら、あなたたち仕事に向いてないからやめなさい、本当に。次の若手に仕事回した方がマシです。この社会が、しっかりしたものになるには、そんなピンハネしてたらダメ。捕まるよ、本当にいい加減にしなかったら、集団訴訟で。で、自分たちでちゃんとベルシステムさんがお金引っ張れるような、根性持ってなきゃなんない。で、それを知るには、今どうなってるかって言ったら、ベルシステム24さんも、もともと、ね、神戸市の人口は、各都道府県24の人口よりも多いんです。そこからの話で、
もともと多分ベルのインターホンピンポーンっていうものを多分作ってたんだと思います。それからインターホンになって、その後 IT 関係の打ち込みの方頑張るわって、これがね、私が小学生か中学生ぐらいの頃、自宅に誰かそういうふうなことベルシステムの方が言いに来たか何かで、それぐらいの頃からベルシステムさん24も、そういうことでいいと、未来では、国会の方でも国会議員の方も、未来からの君の声を聞いてるっていうことになってると、で君の名前はかなり通ってると、その後君が皇室の人たちとまあお会いしてるとか、まあ、まあ証拠のない話だからどこからどこまでで、まあ、絶対みんなそうなっちゃうんですけども、本当に証拠固めしなきゃなんないですから、あやふなあやふやな話してたら本当に物事こんがられますから。で、ね、これで交通費の根拠は分かったでしょ。で親会社である伊藤忠商事さんとか、今、商社がどういうふうな形になってるか、1996年とか、日経さんとか、ちょっと待ってくださいね。日経さんの出してる本で、業界地図とか、四季報さんの業界地図、こちらの方で、各、会社の、大体の給与が分かるんです。今、商社の方たちで、大卒の方で25万5000あります。2016年とかそれぐらいの頃だったら21万とか22万あったら高い方ですよ。大卒の方でね、基本給で。そういう社会なんです、もともと。で、なぜそんなに上がったかって言ったら、ベルシステムさんの方で大丸さんにしときましょうが、別にフルネーム言ってもね、そこ、事業規模1000人なんでしょ。生と名があって、生の方を出したところで、どうせなかなかわかんないですよ。本当に。それ本当はフルネームで多分そこもしっかり名前名乗らなきゃなんないと思うんですよ。警察官も本当は絶対に話し合い、何か相談とかでもそうですけど、窓口来られた時に、基本的に事件とか現場で絶対自分の警察手帳を見せなきゃなんないんです。それしなかったら、相手が、ね、警察官の名前、覚えれないんですよ。そこでメモさせてあげないと、どうせ忘れるからメモしときなって、こう、警察官の方も言ってあげなきゃ、これ今度どうなるかって言ったら、この件で、こういうことがあったんですけども、って警察署とか電話するでしょ。それ、誰に言ったか分かるって言われるんですよ。メモしてなかったら、ね、人間なんか3日前に食べた食べ物だって忘れてしまうんです。みんなそうでしょ。そんなもんなんです。本当に現実。だから、いつもみんなメモ帳持ってなきゃなんないし、いざという時のために、で、すぐに動ける人間になっておかなきゃなんないし、で、もう一度、プログラミングのね、あんな時間に毎日毎日時間ちょっとぐらいはそれをする時間は必要かもしれませんよ。だけども、あんだけ時間余っていて、ずーっとこんなことしてたって指痛いだけですって、本当に。家帰ってから肝心要の自分のパソコン打てなくなる。何をしてるんですかと。そうじゃなくて、時間あるんだから、これだけ法に長けてる人間来たんだから、法律のこととか、そちらの会社のことをちょっとお互いの話しましょうと。そういう時間設けた方が絶対にいいんです。他の会社のこととか、喋り始めますから、それ社会の現実とかよくわかりますから、ただ、法律のこと分かってない人間が、いろんな会社の間違えたシステムを喋り始めて、それが、そういうものなのかで受け止めちゃダメですよ。そこ頑張って法律を覚えて、押し戻さなきゃなんないですが、そこは、いや、その会社は間違えてるよ、ぐらいのことを言えるようにならなきゃなんないんです。こうしなかったら、いいですか？東証一部上場の社員さんがこのレベルだったら、お話になりませんって、本当に。組織図表を出しなさいって私が言ったでしょ。行政指導来ますよ、本当に。ね、誰が課長で、誰が係長で、まあ順番間違えましたけど、誰が係長で、もしかしたら主査の人はいるかもしれません。出向ありますから、公務員の。で、課長か、誰が部長か、誰が支店長なのか、明確に組織図表を出しておかなきゃなんないんです。それ分かんなかったら誰が責任者か分かんないでしょ。で、その人がしっかり仕事できてるかできてないかを見なきゃなんないんです。しっかりと仕事を覚えているかどうか、本当に。で、これは役員の方も同じなんです。会社の登記簿に名前出してる取締役や代表取締役や支配人だとか、まあさすがに監査の方はご自分たちで仕事を自分の年齢考えておいられると思うんですけど、本当にね、会社で75歳を超えたりとか、65歳を超えたりとかで、会社で居座ってる人たちって、いらっしゃるところはいらっしゃるんです。まあ、昔からの状況とかを説明しなきゃなんなかったりだとか、
まあ、なかなか降りるに降りれない状況があったりだとか、そこは理解できるんですけども、明らかに判断能力はなくなっていて、これは会社の役員として実力不足だって思われる人は、降りてもらわなきゃ無理あるんです、この社会、本当に。その人たちが間違えるから、本当に。会社丸ごと間違えていくんです、本当に。だからそんなのは絶対無理、本当に。だからそのためにも、裁判所に呼び出された時に、いろいろ私の方から質問します、役員の方たちに。で、そこで正式な資格、しっかりとした分かってる答えが返ってこなかったら、私も降りてくださいって言うと思います。で、次の人たち、育てていますかと、急ピッチで育ててください、そうじゃない場合はもう繰り上げで上げていってくださいと。で、その人たちにしっかりと法律とか覚えてもらって、対処してもらってくださいと、まあ、こういうような話になります。無理なんですよ。昭和60年ぐらいに人材派遣業できたでしょ。僕のホームページ淡井圭介の履歴の40番台のところに厚生年金の算定表とか、厚生年金しっかり入ってるか入ってないかで、結局65歳以上から支給されますけども、年金も、国民年金も、厚生年金も、支給額が1万円以下だとか2万円以下だとか3万円以下だとか4万円以下とか5万円以下の方いらっしゃいます。もうそこまで行くと、ほとんどの都道府県では生活保護のはずです。神戸市兵庫区でいうと11万7、5000円台からちょっとしたぐらいが生活保護に該当されるんですけども、絶対そうなっちゃうんですよ。だから、それなぜそうなるかって言ったら、人材派遣会社の人間とかがよくわかってないです。社会保険入りますか入りませんか、これ聞いちゃうでしょ。そんなことしたら雇用保険も入れないでしょ。雇用保険は60歳以上から支給されたりとか、いろいろあるんです。5年以上働いていたりだとか。だから、それなくなっちゃうと、政府にネットないし、だから労働基準法だけ残していても契約期間の定めがあるから、実際一時的に人員整理とか本当につけなきゃなんないときはつけなきゃなんないんです。これは世界の五大問題と地震についてのところを見てもらったら分かります。37番8番や解決策の58番97、地震についてと97番7.1のところとか、その辺見てもらったら分かるんですけども、それ見てもらって、社会人一般の人たちはみんなそういうことを理解してもらわなきゃなんないんです。仕事もないのに、会社なんか出てきちゃダメ。世界堂のところも、あんなにずらっと並ぶ必要ない。絵画な、絵なんか今の時代買う人なんかいない。そもそもみんななかなかお金持ってないんですからね。厚生年金の支給額、女性の平均10万円ですよ。10万円ちょっとですよ。男性が16万円ちょっとです。ね。国会議員とか、いいですか？大臣とか都道府県知事が大臣と同じぐらいの同格で、3000万円台分ぐらいの、給与の年間の、支払いあります。ね。厚生年金すごい金額かけれるでしょ？ね。市長、神戸市長ともなれば、だいたい2000万円ぐらいの、年収あります。人口規模大きいですから。これ人口規模にもよって変わってくるんです。市長の給与も。で、あんまりこれ根拠を詰めすぎると、東京大学の、教授の、基本給は、まあ、100万円から120万円ぐらいだったと思うんですけども、これいろんな今までの失敗例とか、詰め込みすぎると、基本給下がるんですよ。本当に司法判断すると。それなかったら、それなかったで、もう物事間違いっぱなしで突き進まれたって、社会全体が間違いっぱなしになって、もう手に負えなくなるんです。だからそれしなかったらダメだから、そんな高い地位まで登ったんだから、実力なしじゃ済まされませんよっていう話になってくるんです。で、そういう部分があってね、ベルシステム24さんで、この、会社員、重複してますから、ちょっと見えにくいかもしれませんけども、一人だけね、この、宮下っていうハンコの上の野崎っていうハンコをされてる方なんですけども、猫の絵が印鑑の中に入ってある。スタンプ遊びを始めてると。無理です。こんなの。本当に。政府も絶対こんなもん、印鑑、証明書でも持ってきた時、絶対受けちゃダメですよ。名前とかで変な名前を子供につけた場合、政府の方でしっかりと断るでしょ。絶対それしなきゃなんないんです。本当に。親が親らしくならなくなるんです。本当に。子供の名前使って遊び始めますから。いいですか？確かに仕事場でもちょっとぐらい面白い話とかする時間あった方が僕もいいと思います。それなかったら、仲良くなれないっていう部分、ちょっとぐらいあると思うんです。事実的に。で、ノミニケーションっていう言葉が、またテレビ局は、大バカだから、流行らせようとしましたけども、
酔っ払い防止法という法律がありまして、一応2つの名称で呼ばれるようになってます。言いやすいから僕も酔っ払い防止法の方で、呼んでるんですけども、お酒飲みませんって言ってる人にお酒勧めちゃダメなんです。それ違法行為なんです。それ分かってくださいよっていうことなんです。で、過度に勧めると本当に裁判所での裁判なります。大真面目に。で、その酔っ払ったその先にいろいろ事件が発生してるんです。本当に。昔あったのが大学生同士の飲み会とかで、飲まないんだったらとか、何理由だったか。本当にテレビの音声もどこからどこまで本当なのか、その最初の方にね、どんな会話があったとか、その飲みに行くまでにどんな会話があったとか、どのような会話があったかって、それを全部出さなきゃなんないです。そうじゃなかったら、本当の答えなんかたどり着けないですから、一部分だけの切り取りを行っちゃうと。ただ、現場で見て一目瞭然の話があるんですけども、沸騰した鍋に学生さんが力ずくで顔面突っ込まされてるんですよ。そんな無茶苦茶な飲み会を大学生同士で行ってるから、大学なんか行ったところで賢い賢くないなんか決まらないんです。いいですか、その前に人格が先に最優先ですからね。人格破綻者なんかはっきり言って社会人として無理ですからね。降りなさいって言ってることを私言ってるんですよ。髪の毛染めてるか染めてないかだけで分かりますから。そんなこと厳しい人間から言い始めると本当に向いてないです、社会人として。ごく一部分の法律の切り分けとかを行ってものを言ってくるから。だからまあもう認めに出してるぐらいだから、ちょっと私にそのパスワードを持ち帰った持ち帰ってないのことで、パスワードを持ち帰ったから、来月からの仕事がありませんということを言い始めたのは大木丸にしときましょうか。裁判所で、名前言います。女性の方で、眼鏡かけてる方で、髪の毛染めてる人間です。いいですか？あなたたちの扱ってるパソコンですよ。あのパスワードだけじゃ開かないでしょ。画面到達しないでしょ。何わけのわかんないこと言ってるんです。あなたたちが管理職だからしっかりと、そんなにパスワードにこだわるんだったら、自分たちで回収しなきゃなんないんでしょう。仕事的にそうなってるんです。あなたたちの立場は。それを人材派遣会社の方に付け回すような形しちゃダメなんです。あなたたちの失敗なんです。ね、実力で言ったら私の方がはるか上。そんなことで解雇できない。司法判断で判例出てる、すでに。当たり前でしょ。何十もパスワード作ってるんだから。で、ここに入ってきてパソコンの中を開けられてみたいなわけのわかんない話を、その丸にしときますよ。違う名称ですよ、漢字は。で、そのものが入ってきたらどうするんですかとか言ってくるんですけど、何のためにあなたたち電子ロックしたんですかって。本当に勉強しなさいよ。鍵何個ないとそこまでたどり着けないと思ってるんです。で、それからパスワードでしょ。そんなことできる人間いませんよ、本当に。そんなに真面目に、そんなところで泥棒方向で頑張ろうとするんだったら、その頑張る力で一般社会で通用しますから。いいですか、ちゃんと真面目に頑張る方向で、方向の軌道修正ですよ。で、そこまで泥棒行為で頑張る人いませんか。ルパンの見過ぎで、あなたたちが頭の中ちょっと現実離れしてるんです。ないでしょ。本当に不法侵入してきた人間いるんですか。いるんだったらちょっとそれ裁判所で教えてください。ね。期間の定めのない内容なんでしょ、この雇用契約書、もともと。で、またわけわかんないことが言ってる。就業日外労働月6日の範囲で命ずることがあるとか、シフト表により定めるっていうことを書いておいて、話がごちゃごちゃになってるんですよ。シフト表で9時から18時の出勤になってます。で、180時間ぐらいの労働時間になります。22日出勤で。で、まあ、これをあんまり細かいことを言い始めると、前の、週で休みを普通計算するでしょ。1週間に1回なのか2回なのかとかで、 あんまりそこの前日の月のいつ休みかで、次の月のスタートする週が埋まっちゃう埋まっちゃわないで、その翌月のもし仮に私が11月も働いていたとして、その辺のところのシフト表の詰め具合とかで物事変わってくるときは変わってきちゃうんです。だからあんまり細かいこと書いてもしょうがないんです、本当に。そこ分かってますかっていうことなんです。その時点で話噛み合わなくなってくるんですよ。いいですか、 NHK 見てみなさいね。本当は他の法律もあるのに、就業規則は
放送法によるっていうその部分だけを残してるんですけども、あんなことしたって訴えてくる人間にはそれだけで守れませんからね。他の法律もあるでしょって言われて、それしまいです。本当に。だよくわかんないまま経営者になってる人たちが、現実的に山ほどいて、その人たちが本気になってもらわなきゃ困るんですよ。相手に責任をなすりつけるんじゃなくて、自分の自己責任でもう役員にまでなったんですから、気合い入れて仕事してください。気合い入れて勉強してください。そんな気合いもないんだったら大卒の意味ないですからね。根拠ないですから。頑張れないんだったら、本当に。ね。ベルシステム24さんで改善しなきゃなんないところいっぱい出てきたでしょ、いっぱい言ったでしょ、で僕がいる以内で改善しなかったでしょ、なんであんなにぐる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 回ってる意味のない扇風機のコードぐらい引っこ抜けないんです。そんなもの支店長とかじゃなくてもあなたたちの会社なんだから誰でもいいからコンセント引っこ抜きゃいいんです。電気代の無駄遣いだし石油の残存量とかの話したでしょ、あんまりにもそれするんだったら地震発生した時にあなたたちにもある程度責任ありますよぐらいで、まあそれが 0.何%なのか 0.0何%の責任になってくるか分かんないですけども、そういう話になってきます。あと建物の建て方覚えておいてください。建物を作る時にね、でもう作っちゃダメですから、今までもう建ててる建物建てっぱなしいっぱい空いてるとこたくさんありますから、何か業務拡大するんだったら空いてるところ借りたらいいだけですから、エネルギーの残存量の方がそれを大事にしなきゃなんないんです。地震が発生してしまいますから。本当に金属の採掘とかでも世界中で約およそのところの話入れなきゃなんないです。天然ガスももともとは石油の揮発したものであって、ほとんどのところは今メタンガスの採掘とかアメリカの方で頑張ってもらったりして、2030年には、1000万トン目指してもらってます。それぐらいできるんだったら日本だったら、年間300万トンぐらい、生産しなきゃなんないんじゃないんですかっていうことを伝えてます。で、それ本当にしてもらうなんないですね。伊藤忠商事さんの仕事に関しても、私がその、大丸さんに関してお伝えしたのは朝からちょっとまあ良い話ですよ。本当は僕の方からの提案で中国進出への、話で CP というタイの一番の財閥と伊藤忠商事さん、あなたたちの親会社ですよね。そうですね、もしかしたら多分ね、ベルシステム24さんの中で伊藤忠商事さんが親会社って分かってないよ。多分どうせ探したら出てくるでしょう。だから本当にホールディングスかも、正解不正解で言うと不正解なんですよ。もう伊藤忠商事という名前で良かったんです。でその中にベルシステム24という部門があったって、それでいいんです。司法判断で追及されたら請求金額、ベルシステムさんに24にお金がなかったら伊藤忠商事さんに行きますから、本当に。で伊藤、安心してください、伊藤忠商事さんなんて絶好調ですよ。私と組んでるから。世界中で私の行政もそうですけども、スポーツ業界とかで私の名前を知らない人間なんかまずいないんです。広いんです。マーケティング力がものすごく飛び抜けて、本当に。そんじょそこらの有名人より私の方がダントツで世界中で名前通ってるんです。ね、観客大リーガーの人たちとかでも、ね、わかりやすく、さすがに僕の名前出したらダメだとか、そんな話があったから、神戸って幼い子供まで言ってくれてるでしょ、試合中に。ニュースのどこを見てるかって、ナレーションなんかどうでもいいんです。現場で喋ってる人たちの言葉の方が重要なんです。ナレーションが、なぜなら、間違えたことしょっちゅう言うからなんですよ、本当に。球速表示も間違えてる時あるんです。見る人が見たらわかるんです。元野球部の人間とか見たら、あんなもんどうせ130キロだだろうっていうのを150キロとか表示してる時あるんです。本当に視聴者あれだけバカにしたらどうなるかっていう印鑑登録証明書の時と同じですよ。神戸市もね、印鑑登録証明書をっていうカード作って印鑑証明を発行するのに、印鑑証明書で発行できますとかわけわかんないこと言い始めて、その印鑑登録証明書で法務局へ行った時に、会社の登記簿を引き出す時にそれを差し込んでもらったとか、そんなわけのわからんことを言い始めるんですよ。そうじゃなくて登記簿を買う時、購入する時に手書きで書けるでしょう。で、そういうオートのものを作ってしまうと、それ機械なんですよ。金属いるんです。加工するのに、石油、ガス、石炭、ウラン鉱、どれか使わなきゃなんないんですよ。もしかしたらバイオエタノールかもしれませんよ。本当に突き詰めてものを言うと、そんなことまでいちいち、そんなところまで僕も調査行きませんから。ね。
エネルギー余分に使っちゃうんです。ね。カード差し込んだだけで、ね。電力かかるでしょ。電源入りっぱなしだから電力ずーっといるでしょ。微弱ですけどもね。ね。運んでくるのに、あんな重たいもの運ぶのに、石油何リッターか使っちゃうでしょ。無駄ばっかりなんです、本当に。ね。そこを理解してくださいよって、コンピューター任せばっかりにするから仕事減っちゃうんでしょ。で、鉄鉱石とか日本輸入してる方でしょ。そこ現実見えてますかっていう話、僕二十歳ぐらいの頃にいろんなところに話詰めたんですよ。本当に。それメモして全員覚えました。それ継承しました。今更継承していませんでしたら話すまないんです。吹き抜けの天井なんか作ってどうするんです、三田支店のベルシステム24さん。ね。僕話詰め込んでいったところ、分かったところ、天井低くしてますよ。なぜだかわかります。夏場我慢できなくなったらどうせエアコン使っちゃうんでしょ？冬場も。暖房器具。面積、空気の面積少なくした方が、空間少なくした方が、早く温まるでしょう。それぐらいわかるでしょう。あなたたち本当にそこに大卒の人間何人います？基本給何人、いくらの人間は何人います？それちょっと給与明細見せてくださいっていう話にまでなるんです。それが適正かどうか私の方でちょっとジャッジさせてくださいっていう話になるんです。本当に。大真面目な話。で、富の分配そこからしっかりしましょうと。ね。ちゃんと履歴書提出してるんだから、人材派遣会社の人たちもしっかりとした基本給出してください。それによって、伊藤忠商事さんの純利益の金額、これ変わってきます。支払いがありますから。ただ、8000億円も純利益出してますから、そこからちょっとやそっと基本給上がったくらいじゃびくともしません。で、そこで人員、削減の話、もう契約書で半年間の契約結んじゃったんだったら、現場に実体的な仕事がないんですから、例えば日曜日だったらね、神戸支店と三田支店で一人一人一時チェック二時チェックがあるから一人一人出勤したじゃいいんです。で、後の人たちは休みを日にして、それ普通の休みじゃありませんよ。22日の出勤で契約書き、結んだんだから、まあ、休みの時はその基本給に対して6割のお金を支払ってあげなきゃなんないんです。いいですからって。もう出勤しなくていいですからって。ね。これで話合ってくるでしょ？人件費かかんなくなってくるでしょ？で、半年終わったらもう仕事終わりっていうことになってくるんです。あとは誰を残すかって本当に業務実態と照らし合わせて。で、もうコロナウイルスの件呼んでください。ね、ワクチンに、ワクチンとしての性質実態ないんです。もう分かってしまった以上、僕に現場で言われてしまった以上、いいですか？大丸さんに言いましたが、私のホームページ読んでくださいよって、あなたたちの業務にも関わってきますからって。小川さん、まあ、もうついに名前言っちゃいましたけど、もう言いましょう。もう公務員も本当は名前明かさなきゃなんないですから。ね、有名な人ちゃんとインターネットでも名前出てきてるでしょ。そうじゃなかったら社会変えることできなくなってしまうんですよ。正常化が。名前出さなかったら。髪の毛染めてる場合じゃありませんよ。私が呼んでくださいって言ったからに呼んでもらわなきゃなんないんです。あなたたちの仕事に関わってますかって言いましたよ。本当に。で、他の会社の実例とかもある程度出してるから、頑張って覚えてもらわなかったら、あなたもある程度の責任者でしょ。だったら覚えなきゃなんないんです。それ覚えられないんだったら、本当に高卒なら高卒の基本給、大卒の大卒の基本給にあなたがなりますよ。ね。だけども、それもね、本当に最後に退職に出るか出ないかなんか、会社にお金があるかどうかと、最終的な気合で、事業計画で、銀行にお金借りに行って退職金出してあげるとか、そこまでの経営者の方、いらっしゃいます。で、もう一度話戻しますけども、結婚された方、ね、男性の方が先にお亡くなりになった時に、女性の方が家の持ち物として相続した場合、結婚した人がね、借金返せますかっていう話、本当にあるんです。これ事実として。で、自分の息子とかに借金引き継いでもらうとか、そこまで家の体積ありませんよで、息子とか娘とか家出て行った方だと。それあったらもうどうしようもないんです。最悪家売らなきゃなんないケースも、固定資産税プラス家の借金の金利が上回ってしまった場合、事実としてその世界あるんです。ね。だから旦那さんの退職金出してあげて、旦那さんの退職金から、ね。国民年金基金というものがありますから、厚生年金はもう会社を売りちゃったらもう入れませんから、それでかけて、
ね、企業年金の話まだしてくる人いるんですけども、あの世界はっきり言って無理でしょ。あれはあれで、あの後の世代への付け回しになりますから、本当に話むちゃくちゃになりますから、あの企業年金も本当はいらない。国民年金基金があるんですから言いますけども、あの企業年金入ったら入ったで手数料取られますよ。分かってます、この効率性の悪さ。本当にその辺みんな理解した上で仕事しなきゃなんないんです。覚えてもらわなきゃならないこといっぱいあります。仕事でね、手空いてる時間もうキーパンチャーなんかいらないんですよ。あんなことしたって入力ほとんどカーソル動かしてボタンを押すだけでしょ。今さらこんなことしてる人って、あのもうデータの C 言語とかアセンブラーまで覚えてるような人たちの話ですよ。ホームページとかブログ作るときもひな型があるんですって。あとはそれよくわかんない人とかが電話して、あのこれどうでしたっけとかで聞いたりするんです。基本的に無料ですよ。プロとかの場合僕みたいにお金かかっちゃいますから、今のところ回収元での、まあ1年目は無料で、させてもらえるんですけども、2年目から1万6千いくらかかります。そのお金回収できてません。世のため人のために生活保護でありながら月々あの住宅の、 あの家賃補助を引いて、あと6万7千なんですよ、生活保護の人たち。この辺は本当にそれで、ね、気合で1万6千円請求書したできた時大慌てですよ。あの5万円給付はあるでしょ。あれも僕も行政に国会議員の人たち、ちょっとこれ大真面目な相談ですと、5万円の給付なんとかなりませんかと、その方向性でマイナンバーカード作ったはずですよねって、すぐにあの5万円の給付ができるためにって、それもまだパソコンの打ち込みをしてくる映像とかテレビ局は放送してくるんですよ。で、多分放送してる方がよく話分かんなくなってるんですよ。各都道府県で状況が違うとかの話混ぜ込まれるんですよ。そしたらもうどこがどうなってるか、そんな24都道府県だとどころか、24都道府県の中に、まあ、24だったと思う、40いくら都道府県、24の話を混ざってる。僕も言い間違えたりするときありますけど、そうなるとすぐにできるだけ訂正かけますから。人間だからちょっと言い間違いぐらいありますよ。それは裁判所でも通りますから。で、テレビ局もどう放送したらいいのかよくわかんないまま放送しちゃっていて、昔のニュースとかを何回も放送しちゃってるんです。映像でだいぶ混ぜ込まれてます。そこみんなもう笑うところでいいんです。わかったらわかったで、あのただし本当にそれを野放しにしてしまうと、社会がたかが緩みっぱなしになって法律効かない社会になっちゃうんです。で、どの法律が入れないかが分かんなくなりますか。いいですか。もう東証一部上場、二部上場の企業なんて直接雇用にしてください。で、他の会社も基本的に直接雇用の方がいいです。そうじゃなかったら、または労働基準法に出向という言葉がありゃいいんです。それ以外の言葉なんか、これで人材派遣業法がいらないっていうこと分かったでしょ。書類が積み上がっていて、今度自分たちの管理で、書類確認する時間が増えて、いいですか？大変なことになっちゃうんです。そこ気づいてください。余計な手間がかかっちゃうから。それによって、ボーナス、いいですか？ボーナスは上限、7.7 ヶ月分ぐらい認められてます。ね。売り上げなかったらボーナス出ないんですよ。これは労働基準局の方に何回も聞きに行って、それは法改正があるから、たまに聞きに行くんです、僕の方も。毎年毎年六法全書買う無理あるんですよ。1万円ちょっとするでしょ。都政六法まで買い始めたら、本当は都政六法も必要なんです。東京都の都政六法に各都道府、各政令指定都市は従わなきゃなんないんですから、そんなに1万いくらもお金毎年毎年生活保護で、もうそんなことにお金使ってられないんです。インターネット、Wi-Fi とか繋いでる方ですから、それはそれで一つ月4900円ぐらいの請求あるんです。本当に。それプラス1万6000円って、もう本当に僕気合ですよ。今でもお風呂炊いてませんもん。ストーブもつけてませんもん、本当に。それはエネルギーの残存量込みの考え方で、ですよ。そんなもんね、シャワーで済ませやいいんです。私から言わせれば。ね。別に今でも、シャワー浴びる前に筋トレしませんけども、筋トレしてシャワー浴びたらいいんです。頑張って筋トレ、腕立て、腹筋、背筋、1分以内できませんけども、1分以内にしようとして、そのペースで頑張ろうとするんです。ものすごい速いペースでしようとするから、すぐに体温上がるんです。で、そのままの勢いでシャワー浴びに行ったらいいんです。体拭くときとかも、浴槽の中で、ね、湯が出てるから、体洗ったりするのに、頭洗ったりするのに、で、それで室温が上がる。